皆さんこんにちは、佐々木裕太です。今日はアイルランドのお土産屋さん、カロルスというお店について紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。このアイルランドの何とも言えない音楽が好きなんだよね。このパーカーとかトレーナーはおすすめです。普段でも着れそうな かっこかわいいデザインになってます。アイルランドとダブリン、こういったモデルがあります。ちなみに1回目に、日本に帰った時は弟にこのわけわからないパンツを買って帰ってあげました。 Don't worry about space in your suitcase with Carol's Irish gifts. Fill your basket and take advantage of our free international shipping on all clothing items when you spend 100 euro or more. Carol's Irish gifts. Best for quality, best for value. 子供用のもあります。結構アイルランドのこの土産さん、可愛いものだったり、なんか普段でも着れたりしそうなものも、かっこいいモデルのものもあるんで、本当に日本に帰る時にお土産買ってくんだったら、まあ、ここのお店が絶対おすすめです。他にお土産屋さんがあるのかわからないけど、アイルランドのサッカー代表のユニフォームもあります。アイルランドといったらギネス、ギネスビールのグラスだったりアクセサリーももちろんあります。確かアイルランドはこういう縫い物類っていうのかな、編み物類も確か有名だった気がします。こちらアクセサリー類だ、アクセサリーだったりピアスとかもあります。こんなのもし彼女がいたら彼女にプレゼントしたら喜びないでしょうか。女性の方にはこういうのも結構かわいいですよね。お着物類もあります。もちろんお菓子類もあります。Open 7 days a week from early till late. If you spend over 100 euros in our store, you'll receive a free music CD worth $14.99. Carol's Irish Gifts. Best for quality, best for value. If you live outside the EU, you can avail of our great chatbot service. Ask any of our staff for more details.本当にどこのカロルス行ってもこの音楽
っていうのはずっと流れてて、本当に癖になりそうなポップなミュージック。あ、かわいい羊のお土産も発見しました。こういうバッグ類もあります。テディベア、本当にお土産はアイルランド大きい国ではないですけど、本当にお土産は豊富で、やっぱりこのなんといってもグリーン、この緑と白と、まあオレンジなんですが、アイルランド国旗、緑がやっぱり、緑と四つ葉のクローバーが、まあアイルランドの、それアイルランドのやっぱり象徴となるものなんで、あ、こういうディスカウント類もあります。まあこんな感じです。あとは特に見せるものないので飛んでます。まあこんな感じで、中なってます。場所によって違いますし、2階建てのところとかもありますけど、とりあえず本当にお土産類は本当に豊富にあるので、アイルランドから日本に帰る際はぜひ立ち寄ってみてください。それではこの動画いいねと思ったらいいねと、もしよければコメント、チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。